はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、札幌のレベル9、贅沢ストロング、アルコール度数 9% の、第3のビールです。原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦と糖類とスピリッツ、大麦。うわ、糖類入ってんのか。まあ、アルコールの、なんかアルコールガスになってない最近。あのさ、なんだっけ、サントリーが7度のアルコールのやつ出してから、で、次に 8% になって、また今度 9% かよ。おいおい。こいつら、俺ら酒飲みを殺しにかかってきてる。殺しに来てるぞ。もう完全に、酔え酔え酔え愚民ども酔え酔えみたいな。愚民どもどんどん飲んで酔っ払えみたいな。酔っ払ってお前、どんどん搾取されろみたいな。そうだよ、乾杯。うわー、これもどぎついな、これもまた。うへぇ。うへぇ、なんかどぎつい。すげえ、さすがアルコール度数 9%。ものすごいどぎつい味がする。あー、うー、なんやろな、このどぎつさ。口に入れた瞬間、何かおかしな、風味のどぎつさが、口の中を覆うんですよ。なんだろうな、これ。そして、ほんのり甘いっていう。ほんのり甘いっていうか、なんか、苦さもあるんですけど、なんか、奥底に甘さを、糖類を秘めてんねん。これ、糖類だから入れんなって。なんで糖類入れるんだって、だから。お前、糖類入ってる発泡酒なんて使うなよ、もう。やめろ、原材料に。このなんか、旨味かと、一瞬旨味なのかって思うんだけど、いや、これは明らかに甘味だっていう。ビールの中に、本来、あるまじき、糖類が入っているっていう。うわぁ、どぎついな、この味。なんか表現できねえけど、とにかくどぎつい。なんか風味が、なんか、明らかになんかまがいものの風味がすごいどぎついですね。醸造技術の工夫と手間をかけ合い、ついにアルコール度数 9% を実現。いや、ついにとかじゃなくてさ、アルコール度数を高めることに伴う味の飲みにくさを払拭し、ビールらしいうまさを実現。ほんとかよ。いや、でもこれ好きな人には好きなんじゃないか。意外と。ビールらしいうまさを実現。麦芽でだけでなく、大麦も使用。ホップを二分割添加し、フレッシュな香りを加えることで飲みやすい口当たり。総原材料の、使用量をアップし、贅沢に使用した素材の良さを引き出すことで、よりビールらしい味わいを追求しました。うわぁ。明らかにさ、麦とホップとかに比べるとさ、明らかに不自然なさ、
なんか、風味なんだよね。きついんだ。それがアルコールの由来なのか。まあ、アルコール感もすげえあるんだけど。これ多分やっぱアルコールの風味なんだろうな。すげえアルコールの風味みたいな。あの、ビールのアルコールの風味が、どぎついっすね。うへぇ。これは買わなくていいわ。なんかすげえ。あの、どぎつーい味の、なんかアバンギャルドな、アバンギャルドなビール、第3のビールみたいな。いかにも不自然な味の、あの、総編集みたいな、なってる。でも、こういう味わい、あの、いわゆるどぎつい味わいが好きな人って、たまにいるから。ああ。麦とホップの自然な、あの感じを、完全に払拭して、生まれましたね。レベル9。もうやめろよ、もう、その、アルコール合戦みたいな。うぅ、まずい。これはもう、一言言わせてもらう。まずい。実にまずい。実にまずいですね、これは。もう、どぎつさ、もう、上。なんか吐き気すら催してくる。あの、どぎつすぎて。味のさ、味がアバンギャルドすぎて、あの、吐き気すら催してくるレベル。きっついなぁ、これは。思った以上にきついぞ、これ。そう、いただきね。あの、サントリーのいただきの 7% だったのが、あの、他社が、あの、どこだっけ、キリンか。キリンがあの 8% のやつを出したことによって 8% にして、で、今度はこれで 9% って来るわけよ。7、8、9って来るんだから。もうやめてくれ、そのクソみてんな小競り合い。その味をさ、捨ててまでさ。もうやめてくれ。まずい。あー、まずい。まずい。実にまずいですな。でも不思議とコクがあるんだよね。不思議と。あの、変な風味のコクがあるんですよね。甘みも若干あるんだよな。うん。甘みもやっぱ若干あるんですよね。この変な甘み。で、香りも結構あるんだよな。あの変な風味だけど香りはあるんだ。ただそれが全部が全部、あの、うまいかっていうと、あの、まずいんだな、それが。3442です。おっしゃられてました。